ございます。今時刻10時9分です。今日はですね、これからどうするどうするどうするの榎木ちゃかさんとのコラボの撮影があるので行ってきたいと思いますが、もう疲れちゃいました。やばい、どうしよう、今からなのにお腹すいた。でも今日のために2キロ落としたんですよ。すごいね。そう、なんか顔割り痩せたいなと思って。えらい。ちょっと久々に頑張ってみましたいや変わってないかもしれん。どうしよう、変わってなかったら変わった気がするけども。今日の日までに練習した時間ってどれぐらいの、はい、2回柳坂さんと練習させてもらって、何時間かな、6時間ぐらいです。お、合計でトータル、うん、はい。もう本当に皆さんクオリティが高くて、やっぱり普段からそういうのされてるのもあって慣れてるし、なんか私ついていくのに必死で、練習の時もなんか皆さんすごいからあーってなりながら、でも皆さん優しくてすごい可愛い子ぞろいなので、なんかホワンってします。見てて今日は何人、私含めて9人です。おー、なので多分もう先に出てると思うんで、もう皆さん見たと思うんですけど、衣装も完璧に揃えて、髪型もバッチリ揃って予定だったんですけど、私だけ金髪になっちゃったんですけどめっちゃ目立つねそうなんですよ、まあ、僕なんかの時はめいちゃん金髪なんでプニプニって感じなんですけど、とりあえず、今集合場所まで向かっていきたいと思います。はい、そう、今日はこれメイキングです今日はそうだね、今日はこれはメイキングなので、はい、この後のスケジュールは、この後のスケジュールは会場、スタジオね、はスタジオ行って、撮影前にちょっとだけ練習して、そこから撮影してっていう結構カツカツなスケジュールなんで、うん、で本番に挑むと。そうです。なんでこう、なんて言うんでしょう、なんか普通のメイキングみたいにあまり私が喋りに来れるかって言ったらもしかしたら難しいかもしれないんですけど、なるべくそんな感じですと中継できるように頑張りたいと思います。頑張ります。行きます。到着しました。めっちゃ可愛いスタジオです。それで乗り切ると、これで乗り切りたいんですけど、ちゃんとおにぎりも買いました準備してきて。
アキチャンネル。もうなんか何日も前から会ってるみたいな。そうなんです。サムネを撮ります。
ーしたら気づく。わかりますよね。間違えてました。めちゃめちゃ見つかった。すごいです。わかりやすかったです。めちゃ間違えますよね。しかも顔にめっちゃ出るくないですか。ぶつかった時にハーってなってた。バレてた。
片手に皿です。片手にアンコール。はい。撮影会してきます。
ありがとうございます。